地域密着スポーツ番組ハレスポ D3 リーグ開幕間近、今回はトライフープ岡山にやってきました。いやレナちゃんすごい迫力だね、はい、そうですね、初めてバスケットボールこんな近くで見たんですけど、もう選手の方のもう迫力がすごくてもうびっくりしてます。まず目を奪われるのが外国人選手の大きさ、はい、今シーズンは2人の選手が新加入しました。クリストファー・ウォッシュバーン・ジュニア選手はアメリカからやってきました。身長が2メートル3センチ、高い。それからナイジェリアからやってきたチクディエベレ・マドゥアバム選手、身長が2メートル6センチ、うん、さらにこの選手のすごいところは肩幅、うん、もうあのアメフトの防具つけてるんじゃないかっていうぐらいすごいですよね、うん、はい、もう見ただけですごい分かりますよね。ゴール下でも力を発揮してくれそうです。そして今回はチームを支えるベテラン選手2人にスポットを当てます。それでは行ってきましょう。1人目のベテランは3番ポイントガードの前村雄大選手、宮崎県出身の33歳です。持ち前のスピードと経験値を生かした落ち着いたプレーでチームをまとめるベテランは、熊本、栃木、奈良などを経て昨シーズントライフープ岡山に加入。栃木フレックス時代には B リーグ日本一も経験しています。それでは自己紹介をお願いします。はい、トライフープ岡山背番号3番の前村雄大です。前村選手は日本一も経験している選手ですからね。あ、そうですね、まあ、以前いたチームで日本一も経験してますし、その日本一のこうファンのいるチームでこうそのホームコートを体験しているので、特にこう岡山もそういったこうファンの方の熱気でこう体育館が埋まるところをもう一回こう体感したいなと思ってます。前村選手にとってこのトライフープ岡山というチームはどんなチームですか？そうですね、その選手みんながそこまでまだ経験豊富な、人は揃ってませんけど、ものすごくこうバスケットに向き合う姿勢が、素晴らしいと思えるような、人の集まりなので、ものすごくいい練習もできてますし、まあ、こういったチームがこうやっぱ強くなってこうどんどん上に行くべきなんじゃないかなというふうに思ってます。練習中に髪の毛結んでおられたので、はい、すごいちょんまげ風に見えたんですけど、 はい、あのちょんまげはいつもやっていますか？これは、今シーズンからなんですけど、自粛期間があってなかなか髪を切りに行けなかった時に、もうそのまま伸びてきたのをいいようにこう活用しようかなと思って、そのままちょんまげスタイルにしました。特にやっぱトライフープ岡山がまだ若いチームなので、うん、こう見に来てくれるお客さんにもこう一目で自分のことを覚えてもらいたいなって思ってる。けどチームメイトはなんか結ばない方がいいっていう。あ、そうですか。来るんですよ。まあまあ目立てばいいと思ってるんで、はいはい、インパクトが一番かなと思ってます、はい、ムードメーカーの前村選手、実は普段の行動には日本一を経験した選手ならではの気遣いがありました。後輩にちょっかいかけたりとか、はい、そんなところも見受けられますけれども。そうですね、やっぱみんな若くてちょっと試合になると硬くなったりするので、ちょっとこうこっちから声かけてこういつもの力を発揮できるようにと。ほぐしていると、はい、気を使ってます、はい、今ちょっと後ろから来ましたよボスが、はい、ボス来ました、もう普段から怖いんですよ。やめてよ、こっちテレビなんで、チームを率いる蛭木健二ゼネラルマネージャーは2つ年上の先輩、過去には同じチームでプレーしたこともあります。僕はもともと別のチームにいた時にチームメイトとして同じ選手として仲良くやってたので、まあ、今もこうお互いの思ってることも何でも言えるので、結構こういいコミュニケーションを取りながらこう試合には臨めてます。それでは前村選手に今シーズンのテーマをちょっと書いてもらいたいんですけれども。はい、はいはいはい、
お願いします。はい、今シーズンのテーマは完全燃焼ということで、まあ、チームでもみんな常々言ってるんですけど、練習からも自分の持ってる 100% を出してこういい練習をして常にレベルアップしていこうということで、まあ、今シーズン、いろんなコロナの影響もあったので、いろんなこうまだ影響残ってますけども、1試合1試合で1回の練習すべてにもう全力を出して、完全燃焼していきたいと思ってます。続いて紹介するベテランは24番スモールフォワードの長谷川翔選手、39歳。青森県出身で194センチの長身は外国人選手にも引けを取りません。昨シーズン D3 リーグの最年長選手だった長谷川選手は、過去に3人制の日本代表として世界選手権に出場したこともあります。トライフープ岡山24番の長谷川翔です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、れなちゃん、はい、長谷川選手は最年長39歳、はい、やはり貫禄がありますね。戦ってきた男のね、はい、こうやっぱ歴史も感じます。あ、本当ですか、はい、まあ、だいぶ戦ってはきましたけど、今改めてこうプロ生活を振り返って、はい、いろんなことありましたか。はい、プロキャリアを諦めて、はい、働きながらやってたんですけど、またこうやって岡山に関わる機会があって、また復帰したという形になりますね。はい、やっぱりほら、はい、ベテランだからみんな注目されて、はい、そうですね、はい、いじられキャラみたいになってます、はい、ちょっとなってます。どちらかというと、じゃあもうリーダーシップでガンガン引っ張るというよりは、はい、チームのちょっと癒し系みたいな感じで。そうですね、リーダーなんかキャプテンが3人今年いるんですけど、うん、まあ、その3人がメインで引っ張ってて、僕はこう後ろからというか、はい、ベテランを通り越しても長老感が出てます。そうですよね、まあ、でもベテランも長老も、まあ、一緒みたいなもんです。、はいはい、結構おじいちゃんって言われてますけど。おじいちゃんって言われてる。おじいちゃんっていういじりされてます。トライフープ の公式ツイッターを私見たんですけど、はい、長谷川選手指差しポーズをやってるのを見たんですけど、はい、あれは偶然ですか、それとも狙ってですか。本当は違うポーズだったんですよ。なんかレイアップやるポーズだったんですけど、これどうしても撮りたいんで時間あったら撮ってくださいって言って撮ってもらったのが採用されたと。なるほど、はい、結構印象的だったんで。念願のポーズですね。控えめじゃないですか、はい、39歳になってプロ16年目でようやく指差しですよ。 そうですね、それまでずっと控えてたんですよ。そうです、はい、控えてました。やりたいなと思って、はい、でもやってよかったです、ね、あれポスターパッと見たら多分リクと金髪の次に多分僕の指差しがこう目に入ってくると思うんで、はい、やりましたね、はい、さすがそのあたりのこう目立ち方もベテランですから。分かってますね、心得ておりますね、はいはい、今シーズンのテーマを教えてもらいたいんですが、はい、では見せてもらえますか。僕の目標は B3 優勝、はい、これですね、はい、まあ、もっと言うと B2 昇格というか、そういうことになりますもんね、はい、昨シーズンは徐々に調子を上げたところでリーグ中断だったんですよね。そうですね、まあ、昨シーズンいいところで悔しい思いというか、まあ、みんなそうだと思うんですけど悔しい思いしたんで、今年こそはなんとか優勝して、僕40歳になる前に B2 上がって、はい、ちょっとみんなでそう B2 で戦いたいなとは思ってます。 B リーグでは49歳までやった選手もいるということですけれども、はい、その更新も、はい、肩が調子よければ、はい、じゃあまだまだ現役は続けていくということで。そうですね、うん、はい、まあ今シーズンその外国籍選手のルールが変わって、まあ、去年2人だったんですけど今年3人出れるようになって、ベンチ登録が3人でになったんですね。去年まで2人だったんですけど、で僕のポジションっていうのが、まあ、外国籍選手と被るというか同じポジションなので、プレータイムすごい限られてくるんですけど、まあまあ、チームのさっき潤滑油って言ったじゃないですか、まあ、プレーでもなんかそういう風にできたらいいなと、はい、なんかこうあんまり目立ちたくない目立ちたくないというか、まあ、こう記憶に残るプレーしたいなって。あ、なるほどね、はい、キラリと光るワンプレーですね、はい、そうですね、はい、それがベテランのいぶし銀のプレーですよ、はいはい、なるほど、ね、そこを見ましょう今年はね、はい、ありがとうございます、頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
トライフープ岡山の B3 リーグ開幕戦は1月16日津山市で開催。 B2 リーグ昇格をかけた戦いが始まります。